やってんね。やってられへんよ、ほんでね。で今日ないから、もう上がられへんって先生にみんなに言われてて、各教師にね。ほんで、あれ、もう変やねんけど。あ、久保の巣記念美術館。ね、これじゃないですか。これや、これや。これやけど、入り口はもっと向こうってなったら、もっと広い道路に出ろ。工芸品が見れます。始まるまで。見たことない。いつもギリギリに来て、でバスの時間がギリギリで。ビデオです、ビデオです、これ。あ、ビデオ、ビデオ。あ、ビデオか。これビデオな。写真撮ってもらっといて。言わせて逃げてるし。逃げてる。写真だけやねん。写真とか、そのビデオとか、こんにちは。あ、そうですか。見てるか、見てるか。いっぱいね。リエちゃんやんちゃやとか。リエちゃんやんちゃやけど。まあ、みんなによろしく。優待のいつも病気抱えてるから、ね、こんなとこへ連れてきてもらわなしゃあない、ね、みんなによろしく。元気そうでも元気そうです。安い、まあ、ゆっくり聞いといて。はい、今日は緊張するわ。いやいや、椅子座ってないよ。いやいや、あそこの椅子ない。いや、車椅子だよ。違う違う、車椅子だよ。車椅子までは行けへんけど、あそこで半時間以上座ってるね。あれ、もしかして。それから座らせて。去年も座ってる。あった？去年も。だから見つかってなかった。前日戦が。でもね、前日戦が。復帰しまった。歌を歌ったら息できてる。向こう、テンポが早いから。受けるやん、このね。あの適当に、この中さげに。みんなによろしい。かけとるのか。かけとるのか。あとはやはりみんなに伝えたい。すべてのためのリングリングできない。よくそういうの見たんじゃん。いやいや、あの、こないかけて。いやいや、だって電話かけてな。大下の先生と一緒に行くわ。え？今日、その多い仲良しなんだよ。その前は東君から電話が来る。八重さんが経営だったのか、みんな関係ない。なんかね、東先生、お偉いさんになったらしい。そうそう、あいつはね。東京に行ってるらしい。東京なんかね、今日からまたさらにお偉いさんがね。あいつはね、リーフライトから。なんか特別やな。なんか船がいるわけ。まあ、皆さんもよろしく言うといて。わかりました。細々と生きてるわけ。ありがとう。暑い暑い。入ったらね、入れてないよ。いや、トイレこんなとこ出てくる。八重さん、見た声、一気に分かった。今、おっさん来てるの知ってた。前に来たの知ってる。あ、そうか。一緒に来たこと。あ、そうか。それだったらありがとう。ありがとう。隣の。あ、そうか。まあ、よろしくお願いします。ありがとう。
先生、岩瀬先生、一緒に音楽を聴いてもらいました。僕は体の調子が悪くていけないけれど、みんなの元気な姿、立派に成人した姿は星谷先生や東先生からよく聞いて分かってます。喜んでます。どうぞみんな頑張っていい人生を送ってください。ありがとう。先生、あの頃のちょっと喋ってくださいよ。あの頃はどんな感じでしたか、皆さん。あの頃は、お久先生と僕とね、はい、みんなを美術室の屋上へ追い上げちゃったなあ。ほんで追い上げて、せっかく捕まえた思ったら、やんちゃ連中が、先生、危ないから気をつけないと。そんなな、お久さん。まあ、難儀な子やけど、そんな子の方が立派になりそうやな。皆さん、立派になられてますよ。もう俺、安心した。ねえ、あの、でも上でね、あの、平尾龍。ああ、龍は。びっくりすんな。まあ、よかった。皆さんによろしく言うと。わかりました。ありがとうございます。またぜひ、はい、はい、そのうちまた伺えるように。はい、皆さん来てください。また来年も。ありがとう。あるので。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ご苦労さんで。